第3章に入りました。夢？未来？僕今どうしてた？ぼーっと立ってるように見られちゃったか、それとも一瞬に過ぎないのかな。現実世界では。え？何のこと？何もしてないよ。そっか、ほんの一瞬だったみたいだな。タイムマシン掘り起こし途中。未来、もう行こうか。まだ半信半疑かな。うん。でもやっぱり気になって、後でここに来てってことかな。第3章、旅立ち。33年前に行くってことだね。で、章が変わったからまたコインの場所が変わって落ちてたりってことかな。なのでマップを切り替え次第メニューを開いてコインを探っておきましょう。ダン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 。ワンワンワン。暗くなってきちゃったね。そろそろ母さんとの待ち合わせの時間だな。駅で待ち合わせだよね。うん、じゃあ行こっか。早く追いかけないと、目を離すなって言われたろ。そしてまた白チュームコーナー。まもなく電車が参ります。黄色い線の内側にサングラティ。ピンポン。まもなく電車が参ります。ああ、これ未来の映像で、未来から目を離して未来がキャーしちゃった映像かな。だから目を離すなど。なんだ今のは。コインは？あと一箇所コインが。もう未来のことなんて知らん。コインだ、コインが大事だ。コインを2枚見つけた。やった、1の2枚、ありがとうございます。まだかくれんぼしてんの？あれ、いつ探しに来るのかな。もしかして忘れられた。悲しい。いないもんな、もう一人の幼女。ストロング系はコスパ最高だわ。ストロング系はあまり飲まないな。普通の度数でいいです。新作めっちゃフラッペ。何それ、飲みたい。こんもりかな、クリーム系が。お、車のところからドアノブにガムが。さっきの鉄オタか。電車をめでてる姿は可愛いなと思ったけども、こんな違法駐車するんだったらお前は悪だ、許さん。あ、おかえり二人とも。ただいま。どうだった慰霊祭？うん、そうね、久しぶりに思い出してきたわ、いろんなこと。そっか。今日はお兄ちゃんと何してたの未来？ね、行っちゃいけないの。あ、もういいか、じゃ帰りましょうね。いいんだ。これ帰っちゃったら、あのタイムマシンどうすんだろうね。やっぱ気になってまた行く。どうしたの湊斗、なんだか元気ないよね。え、そんなことないよ。そうならいいけど。僕は今日起きたことを思い返していた。いろんなことが起こりすぎて頭を整理しなくっちゃ。まずここはなんて町なんだっけ。
イノシカ町このクイズはなんか関係あんのかな。そう、田上町だ。昔、母さんと父さんがいた町。そう、父さんだ。未来と一緒に探したけど、亡くなっていた。信じられないけど、でもきっと本当だよな。だって、お墓もあったんだもん。そうだ、お墓だ。あそこで僕は、何をもらったんだっけ？土地の権利書。違います。そう、ノートだ。七不思議ノート。あのノートを読んで、僕は神社に行ったんだ。そして、全く信じられないけど、僕がそこで頼まれたのは不発弾を掘り出してくれ。なぜ？未来を変えてくれ。未来を変える。確かにそう言われた。過去に行って未来を変えてくれって。変な夢を見たな。夢なんだよなあれ。そう、夢。僕にはずっと気になってることがあるんだ。近頃何度も見るようになった夢。とうとう起きてる時にまで。あの夢はきっと普通の夢じゃないんだ。だって見えるはずのないものが見えているから。つまりそれはまだ見ていないこと。まあね、まだ見ていない出来事、未来の出来事。そうだ、確かに僕はまだ知らないはずのことを先に夢で見ていた。いや、そんなバカなことがあるはずない。でも、ピンポーン。まもなく電車来るよ。でも、あいつ言ってたよな。未来を変えてくれって。まだ見ていない出来事。考えすぎて妹の声が聞こえてない。未来を変えろ。つまり未来、未来のことが。兄ちゃん、ねえ、私なんだか気持ち悪く。ダメだ、頭が痛くなってきたぞ。うん、ほら、目を離すなって言われてたでしょ。ピンポーン。はいはい、トレインですよーだ。そうだ、それから最後に何か言われた気がするぞ。なんだっけな、ちょっと気になったんだよな。体に気をつけろ、優しい。これは意味だ。妹から目を離すな。今目を離しちゃってんだよな。早く、後ろ後ろ。ピンポーン。ごめんなさい、さっきからくるくる言ってるけど、なかなか電車来てなくてすいません。危ない危ない、フラフラしてる。そりゃきついよ、目の前で。キャーどころじゃないですよ、それは。こりゃもう未来を、過去に行ってね、未来を変えざるを得ないな。しばらく何が起きたのかわからなかった。耳がキーンとなって頭がしびれたみたいだった。誰かが悲鳴を上げている。だいぶ時間がかかった気がする。それが母さんの声だと気づくまで。どうだ、助かったのか。これはおい君、大丈夫か？怪我はないみたいだな。よかった。その子は妹かい？本当に危ないところだった。よく助けたな君。僕が助けた？
未来、大丈夫なの？怪我はないの？未来、どうしたの？顔色が。ママ、なんだか目が回るよ。そんな、まだ症状出ないって。お医者様にも言われたばかりなのに。未来にも僕にも怪我がないと分かると、母さんはその場にへたり込んだ。僕はそれを見ていたけど、なんだか映画を見ているような気分だった。現実離れしたものだと、気がつくと手のひらにびっしょり汗をかいていた。この光景はさっき見たものだ。そうだ、そうでなければとっさには動けなかった。もう間違いない。間違いない。信じられないけど、僕が見ていたあの夢は。その気になったらぜひ見てほしい。さっき言われたね、最後のページを。早くしないとタイムマシンが掘り返されちゃう。僕は震える手でようやくカバンからあのノートを取り出した。そんなことをしてる場合じゃないことは分かってた。でも見ずにはいられなかった。紙を一枚めくるのがこんなに大変だと思ったことはなかった。氷みたいになった指先でようやくページをめくると、そこにはこう書いてあった。もう気づいているだろう。君には未来を見る力がある。その力で救うんだ、君の家族を。気がつくと僕は駆け出していた。誰かが呼び止める声を聞いた気がするけど、もうそんなこと気にならなかった。目指す先はもちろんあそこだ。急がなくちゃ。早く行かないと動画の尺が伸びちゃう。おまわりさん、こんにちは。こんばんはだね。ここは立ち入り禁止だよ。なんだか変なものが見つかったらしくてね。もしかしたら爆弾かもしれないぞ。さあ、君も危ないからあっちに行ってなさい。なんとかおまわりさんの目をかいくぐらなきゃ。困ったな。なんとかしてあそこを通らないと。そしてコインがある。こーら、もう夜だぞ。子供は家に帰りなさい。何かあったんですか？ん？どうして？君、何か知って？おかしい、おやすしかしです。こちらは高橋。了解。さあ、あっちに行った行った。コインどこですか、おまわりさん。お、ここにあった。隙間をすり抜けることは、できないか。そうだ。あっちにいたおまわりさんが呼んでましたよ。ん？すぐに来てくれって、僕頼まれちゃって。あん？ダメか。あっちのおまわりさんって一体誰のことだい？高橋でーす。嘘です。一回選んでみたかったな。え？高橋さんが？なんだろうな。いや待てよ。おかしいぞ。君、その話本当？おまわりさーん、こっちに来てくださーい。ん？早く、早くー。何事だ？助かった。さあ、今のうちだぞ。誰が助けてくれたんだろう、今の。でも一体、今の声は誰だったんだろう。あれかな、33年後未来が、港が手助けしてくれた？いい機会かもね。そういえば、
ミナト。よく聞いてちょうだい。何？これは心の世界？あれか。もう、治らないの。未来の病気。何言ってんの？そのために検査したんでしょ？僕と母さんの、骨髄だっけ？すごく痛かったのに。ダメだったの。適合しなかった？そんな。ミナト。あのね。母さん、吐しゃはやりすぎ。どうしたの？震えてるよ。ねえ、ミナト。ミナト。約束してくれる？あなただけは母さんを置いていかないって。母さんを一人にしないって。これは未来ビジョンの方かな。またこの夢だ。とりあえずタイムマシンのところへ。お、コインあるね。過去に行く前にまずはコインを漁らねば。八代さんの中にコインが一枚。来てくれたね。来てくれると思っていたよ。覚悟を決めた目をしているね。わかるよ。だって君はお前だからな。あ、違う、君はお前じゃん。全部You is you じゃん。あなたは僕だからですか？そうだ。どうだい、少しは信じる気になったんじゃないか、私の話。いや、それよりも自分の力を。見たのだろ、未来を。そして信じてくれた、私の話が本当だと。自分が家族を救えるのだと。教えてよ、あの夢。未来の病気はやっぱり君の見た夢の通りだよ。あの病気はもう治せない。骨髄移植以外の方法ではね。母さんはダメだった。適合しなかった。それに僕も。家族で適合しなかったら探すの相当大変だろうね。私は君が何を考えて父さんを探していたのかもよく知っている。なるほど。適合する人、適合する可能性のある人。兄弟が一番適合する確率が高かったんだ。それなのに僕はこんな時に役に立てないなんて。兄ちゃんなのに。だから最後の肉親を、父さんを探していた。ドナーになり得る残りわずかな可能性にかけて。うん。しかし両親が適合する確率は、知ってるよ、兄弟よりもずっと低いんだ。その通り。だからって諦めるわけにはいかないじゃないか。少しでも可能性があるならさ。そうか、強いんだな君は。すまない、どうやら無駄な長話をしてしまったようだね。つまり覚悟はできたんだね。はい、弱いイエスどころかはいしかない。いいかい、今から君はこの船の力で33年前の過去の世界へ行く。そこで君にはある出来事を止めてほしいんだ。
ある出来事？何を止めればいいの？すまないが、それは言えない。言えば実現できなくなる。へえ、知っちゃダメなの？そっか、そういうものなんだね。なんか因果が崩れちゃうのかな。しかしこれだけは言える。無事に目的を達成できれば、君の見た不幸な未来は訪れない。私と君の共通の願い、大切な家族を取り戻せる。そう言われても一体どうしたら。心配するな。あのノートの指示に従えばいい。便利なアンチョコ。ノート？七不思議ノートのこと？最終的にはあれか、マレビート様に。そうだ、あのノートに書いてある謎を解くんだ。そうすれば必ずたどり着ける。真実に、あの女湯の会が気になりますよね。あ、そうだ。それから、誰だっけ？のぞみ。そうだった。のぞみっていう女の子を探し出すんだね。そうだ。やってみるよ。よくわからないけど。それから最後にもう一つだけ教えてよ。なんだ？僕は帰ってこられるの？過去の世界から無事に。君が過去にいられる時間は72時間だけだ。わあ、オーバーするフラグじゃんそれ。それを過ぎると戻ってくる。そうセットされている。自動戻りか。それがタイムリミットなんだ。72時間。そうだ。3日間ってことだよね。そう、3日で肩をつけるんだ。わかった。それから最後にもう一つ忠告しておくことがある。こうして僕の冒険は幕を開けたんだ。信じられないって？僕もさ。でもこれからだったんだ。本当に信じられないことが起きるのは。もう行ってしまったか？いや、君か。ん？待っていたよ。心の中の世界に入ってくる人、誰だ？三章旅立ち、これにて終了。さあ、ここから第四章過去編が始まり、いよいよ本編といったところですが、一旦ここで動画の更新を休止させていただきます。続きはやるとしたら12月2日発売日以降、先行プレイなんでね、もったいぶってここまでしかまだ見せてやんないようだ。もともとスマートフォン版とかはね、配信されてたから、そっちでねプレイするのもありですけども、まあこれから知る、これから触れてみたいって方はぜひね、12月2日完全版スイッチで発売するんで、ぜひそちらをプレイしてみてください。で、12月1日の23時59分までね、20% オフで買えるんで、今がチャンス。ということで、忘れないで大人になっても完全版、実況プレイさせていただきました。お相手はカーダでした。